名大は古墳時代の部民性における集団の一つ。一定の役割を持って大和王権に奉仕することを義務付けられた大王直属の集団である。より丁寧に古名代とも呼ばれることがある。官職要介には王族の興業を後世に伝えるために置かれた部民と記されている。大王及び大王一族の私有民であるという説と大和王権に属する。 関遊民であるという説があるが、一方では、孔子の区別は、まだ明らかではなかったという見解もある。日本書紀には、646年の改新の章によって廃止されたと記述されている。多くの場合、明大小城と連称されるが小城との関係には、不明な点が多い。明大には、在地主相の指定がなる。指定たちは、ある機関とに出資して、 大王の身の回りの世話や護衛、食前の用意に当たった。名代の用語は、古事記のみに記されており、日本書紀に記された、魚名入部に相当するとみられる。この、ご名代、または、ご名代の部を、王族所有の部と見ることに関しては、ほとんど異論がない。一部に明大、名代は、雪えやとねり、うねめ、かしわでなどの奉仕者を、国像など、 地方の在地主張から挑発して、用立てたり、養育したりする部であって、彼らは王族の所有民ではないとする見解もある。ただ、その場合でも、雪絵やとねり、うねめなどが、大王や王族に近似するベ民であれば、それを養うなしろを王族所有の部と捉えることに、大きな見解の相違があるわけではない。一方、小城との関連について言えば、それと同一視する見解がある。 鎌田源一や加野久志らの研究者がこうした立場に立っており、その論拠としては、小城の語は、古事記、日本初期はじめ古代文献に広く見られるのに対し、明代は古事記のみの用語にとどまり、実際には古明代と表記されることが挙げられる。明代の部名は、山王県の大王が宮を営んだ場所の名にちなんで命名されている。例えば、にそれぞれちなむ。また、 石村部、伊波霊部の一部は、李中天皇のいわれ幼桜宮、青明天皇のいわれ亀栗宮、慶大天皇のいわれ玉穂宮、陽明天皇のいわれ池部宗家秋宮など、いわれに所在する諸宮にちなむとされる。都の情勢が採用される、以前の日本では、歴代戦宮の監修があり、大王の一代ごとに王宮が営まれたため、大王と王宮は一体不可分のものとみなされ、 また、実名を避ける古代社会の風習は、世界的にも見られることから、大和王権においては、王宮の名がそれを営んだ大王の代名詞として、採用されたものと考えられる。また、近明天皇以後の王子女に、石上部王子、穴ほべ王女、穴ほべ王子、初瀬部の王子、ぬかたべの王女、漁名部王女、草壁巫女、押壁巫女、初瀬部の王女などの名があるのは、 王宮そのものが子孫に伝領され、その王宮で王子女が成長したことを示す事実と関係している。すなわち、王宮は大王統治の象徴なのであり、王公や王の子女に伝領されるものであったと考えられる。AB 和田、所平野 P565、ハット AB 笹川 P168 から173、笹川 P168 から173。原出典は、 赤かまた ABCD かの P224 から231。ありがとうございます。